女子シングルス、僕ちょっと初めて見ましたね。小川結衣選手と立山夏実選手、熊本ショップなんすね。はい、ああ優勝おめでとうございます。ああもう哲平さん、ああいやこっちこっち、いやもうこっちがメインなの。わあすげえ、何これ。ハーモ鶏からともうローストビーフが食いたいです。奥くんほら選ぶ、こっち選ぶ、選ぶじゃない、奥くんこっち、いや真ん中、真ん中、優勝チャンピオン、チャンピオン。もうちょっとさ決勝さ、すいません、もうちょっと先輩なんですけど、あもう乾杯、もう乾杯で入ってねえじゃん。はい、もうあもう真ん中、大宴会しよう、大宴会。いや相当ね解放された感じあったっすね。いやそんなことない、もう決勝行くまでずっとなんかもうね厳しい感じだったんですけど。いや俺は厳しかったんですよ。おあなっちゃんうまい。あもうはい持って、マイク持つの。あ僕がこれですか。はい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 、解説お願いします。お小川結衣ですけど、小川結衣の解説して、ちょっとプレミアのこれは何、決勝戦。そうなんですよ、小川結衣決勝戦。え、この黄色いこれは熊本ショップのなっちゃんでございます。なっちゃん、あじゃあこっちは立山さんですね。そう、なっちゃんマジうまいスターツ。これ多分ね、負けれない戦いがここにある。あまあどっちもっすね。まあとりあえず飲もうか、今日の優勝。今飲む、はい、飲む、あざす。飲みましょう。いやもう、はい、まあぬるいこと、飲みましょう。ぬるいこと、ぬるいこと。常温、常温はちょっと、はい、じゃあ今日はね、いや、はい、乾杯しようか。じゃあ乾杯で開けてから、はい、いや、もったいない、開けたら飲みよ。ほんとに、いくよ、せーの。ほんとに俺開けてないけどね。あそういう人なんですよ、てっぺいさんは。はい、わかります。うざいの、わからん。いや本当優勝おめでとうございます。あこれヤンマさんです。あこれこれちょうだい、はい、これちょうだい、じゃこれちょうだい。俺飲んだらわかるよこれ。こういうよし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 、オッケー。こういう感じ、解説してっていいよ。いやもう、はい、すみません。解説してって、解説、じゃあいただきます。解説っすね。いや解説はまあ見ての通りですよね。まず全然見えない。ちょっとメガネ持ってきていい。うん、持ってきて。全然目が見えない。いやもう、いや本当汗がやばい。もうした、いやうちらの時そんな入ってなかったのに。全然ピヨッピヨすぎて入ってなかったのに。でも最後、いや良かったっす。いや最後は、はい、ナイスキラキラブルアウト、ナイスブルアウトです、はい、よう決めたなと思いました。9割あいつのおかげでしょ。いやまあまあまあそこは否定はしないですけど、ね、そこは否定はしないですけど。わあ、ま、あどうだ、なっちゃん、立山さん、うまい。あ、ほら、しっぽさんの圧力を感じる。後ろから。しっぽさん、しっぽさんの圧力って何ですか、はい、しっぽさんって。しっぽさん、しっぽさんって誰？熊本の。しっぽさん誰ですか？熊本のしっぽ。クレブのしっぽちゃん。しっぽさんって誰ですか？そうそうそう、しっぽちゃん。なんかふんわりした感じの。うまっ。うまい、うまいな、うまい、これこの皮はうまい。あ、そっち、あ、そっち、え何やばいな、小川さん、LA って何、ここすごい LA だから、うちはここすごい緊張する、なんかなんで、いなかったんですか。あんまあ、それはまあ、置いといてもいいけど。社長がいなかったら俺伸び伸びしてる。そりゃそうでしょ。あ、そうなんですか。そうでしょ。いいかな、いいかな。もうね、ちょっと酔っ払ってるんですよ。このハイネケンなんか萌えみたいな味する、ね、いや、すげえ味する。飲めねえよ、かも。いや
疲れした。ほら見て、飲むの。てっぺんさん広島大会優しくもらってめっちゃファンになりました。友達、僕も友達になりたい。誰と？なんか言えよ。誰と？ああ広島のファン。そう、見た目と違ってあれなんですよね。てっぺんさんはもう本当にあれなんですよ。いやいや。ね、あれで終わらそう。まあ全く喋れないね、てっぺって言うでしょ。俺全部終わったから喋るよ。ね、もういいですよね。もう羽伸ばしですよね。視野終わったし、そう、集中終わったっすもんね。もうくちゃくちゃ、くちゃくちゃ食べるな。くちゃくちゃすな。結果クレーム。喋らんくなる。くちゃくちゃ以外は喋らんくなる。あ、なっちゃんやばい。あ、さっきよかったやん。そうなんだね。まだでも。これパーフェクトトライですか？違うでしょ。え？見えない。ボイチ行く。あ、はあ。あ。さあ、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。笑うな。もうこんなんで。笑うな。ロビンからこんな俺がやらかすとこんなんで。でしょうね。でしょうね。なんか硬かったもん。いやーもう一緒に戦ったよ。もうなんか、うん、かわいそうだなと思ったよ。喋ってんのはおっくんでございます。えっさ、こういうところはさ強さ感じないの？厳しいな。緊張してるんよ。投げてさ、そのさ笑ってさ絶対優勝できないもんね。入れるしかないよね。いや、そんな。え、あの小川さんってディーブル？ディーブルス、ディーブル。宮崎でーす。おい。いや、これ決めんとまずいね。おお。おお。決勝戦で0-1、0-1中止なんだ。そうそう。やっぱこれは女子はそう。結構渋いっすよね。うん。ね、イラブさん。はい。そうっすね。え、決勝戦ですか？いやもう大体まあもしここにファイブレックしちゃうよね。ああそういうことですね。本当やったら、はい、ファイブレックやっぱですもんね。力の差じゃないじゃん、うん、力の勝負じゃん、うんうんうん、ほら、うん、まあどっちが勝った？女子って男子より弱いんですか？そんなことないっす。いやちょっとね、最近俺も思ったんですよ。いやちょっとやっぱ差があるよねっていう。女子と男子のあれ、はい、なんでなのかな。そうって思ったんですよ。なんでなんですかね。それこそだから体力でしょ。やっぱ男と女の違いの筋力も体力もだし、ね、その努力もだし、うん、いや努力は変わらんですよね。努力は多分女子も一緒だと思うんですけど、うん、でもその筋力に関わってくるんじゃないですか。努力でしょ。努力、スポーツする努力、なんかトレーニングする努力とかさ、そういう努力が足りないんじゃない、絶対女性は。だそうです。本当に自称だって体をもっと作れ。じゃあ、あの女性が、うん、その陸上しよう、女の子とか、うん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 、勝負しようって言ったら勝てないでしょ。勝てんな。肺活量とか勝てん勝てん。やっぱその努力でしょ。全てが努力だと思う。何でもスポーツ、うん、でもやっぱ男性が強いじゃないですか、スポーツに関しては。努力したらね。そうですね。同じだけの努力したらやっぱ男性の方が上だな。だからそれをなんでかって、やっぱ筋力じゃない、全てが、うん、筋力なのか、はい、まあでも身長筋力でもさ、男のより女の方がやっぱメンタル的には強いじゃん。男の方が、女の方が強い、女性の方が、うん、そりゃそうでしょ。それは知りたい。結構知りたい。それはね、やばいっすね。気も座ってますね、女性は。あれなんすかね。あれなんだ。ああ言えばこう言うってやっぱ女性に多い。やっぱ口も負けるし。そうそうそう。それ筋力じゃないから、やっぱ負ける。筋力。それ何力？いやもうそれはもう脳の回転のあれもそうだし。何力ですかね。でも明らかに自分悪くないのにやられる時あるじゃん。はい、あります、ね、女の人、はい。あれ何力？はい、先輩。お、答えが。女子力。なるほどね。あ、姉川さん、女
してるよ。え今やがてあっちに倒れるとこでしょ。倒れてほしかったね、姉川さん。女の力って何の力ですか。解説力。もう解説お願いします。でもメグは強いよね。そりゃそうでしょ。というわけでね、このクリケットの解説、ああもうそうですね、すいません、ちょっと準備してないか。まあまあ進んでます。あ、ほら見て、放送写真撮られてます。はい、イラブ行くよ。はい、写真行くよ。あ、ナイス。こんなことないからね、写真撮ったら答えが。いやもうナイスってしか言えなかったですよ。ここでほら見て、3人ともゲームシャツの下は何を着てる。タンクトップですよね。裸の大将みたいな感じ。あの T シャツです、ね、僕はアンダーアーマーです。アンダーアーマーですね、はい、いつもアンダーアーマーと契約してるんですか。してます。アンダーアーマーな。アンダーアーマーちょっといいやつを着てる感じですね。ああ、ここになんかほらほらほら、もうべちゃべちゃ汗べちゃべちゃはい、じゃあ次は浜田織江がすぐいらっしゃいます、はい。まあ、今日はもう大分大会だから大分の人間がね、そうっすね、責任持ちます。今からよろしくお願いします。俺はあんたは大分の人。あ、そうやな、ちょっとなんか、いやもう俺ずっといるんだもん、大丈夫。でも昨日からでしょ。そうなんですよ、もう昨日から。でも昨日はもうパーフェクト出てないと思うんですよ。でももう、ま、ほぼビッグランですね、まだでも今の。もう言いたかったんですよ、ずっとビッグラン。あれ、あ、来るかもしれない。でもいや、何がですか。あれが、あ、ビッグラウンド返しっていうやつ。そう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 。あ、誰ですか。いや、だってケンちゃん出てるって言ってましたよ。ケンちゃん、はい、あのシーブルのスタッフです、決勝。まさか置いてくわけないじゃないですか。あ、竹山さんと別ですか。あ、別別。僕が真ん中ってのが、僕熊本帰りなんですよ、はい、じゃあいいです、ね、すごいです、ね、ちょっとビビった今真ん中の。竹山さん帰りました。竹山さんなんか荷物まとめやったよ。置いてけぼり。いやいやいや、止まるもん、今日も置いた。別々、別々。ちょっと一言欲しかったな、みたいな感じだろ。それはもう当たり前じゃないですか。でもここではいじめるなってずっとあったんですよ。竹本さんはいじめるな。優しい人もおるんやな。めっちゃ取るよな。カシャッ。決勝入れちゃんじゃない。こんな感じなんですね。すいません。俺初めて。もうなかなかですよ、こんな。来るの。なっちゃん目、かなり顔。試合でないですね。ほら、もうやっぱビッグラウンドだったよ、さっきの。いやこうやって見たらうまいね。いやうまいっすね。もうすごいな、目つきが。すごい。いや、変わんないっす。嘘、変わんない。やっぱね、気が…でもみんな気が強そうに見えます、ね、うん、女子は。実際はな、どうかわからんけどな。はい。あ、もうこのチラッと微笑むぐらいはもうやばいですね、男性陣には。キュンみたいな。そう、あんだけプリプリしてた人がキュッて、ほらもう後ろの割れたパーみたいな。あ、うわもうちょっと最後ニヤッてしてほしかった。すごい、なっちゃん、なっちゃんさん、チェンジしようかな。熊本のショップのもう来てますね。いや、私真ん中じゃないよ、なっちゃん。ダブルビッグレッド優勝は大分県コニーアヤツ。おめでとうございます。なんか、俺がやるのもどうかと思う。すごいオラオラしちゃったね。あ、本当ですか。もう負けたくなくて、でもひどかった。これ
れは。プリップリしてましたよ。あ、本当ですか。おケツが。あ、おケツじゃない。違う違う違う。見た目の話。おケツが、ね、恥ずかしい。逆に恥ずかしくなるぐらい。ティップのネジが緩むと気になって集中できない。そんなことありますよね。コンドルティップなら大丈夫。こだわり抜いた素材と形状でネジが緩まずしっかり固定。これでもう安心ね。コンドルティップ。